綺麗に痩せるために大切なのは、もも裏を伸ばす、お尻を伸ばす、腰を伸ばす、この3つなんです。そこに加えて、少しの腹筋メニューで、体は劇的に変わります。私は、2ヶ月間、欠かさずお風呂上がりにやってたメニューが、今回のメニューなんです。お風呂上がりに伸ばすだけで、姿勢が変わり、お腹がへこみ、骨盤の角度が正しくなるので、足が細くなって垂れ尻が解消されます。まずは、仰向けに寝た状態で、体を振っていきましょう。体をブラブラ振っていきます。お風呂上がりは血流が上がって筋肉が緩んでるんで、ストレッチのタイミングとしては一番いいです。マッサージとかするよりも筋肉伸ばす方が筋肉も柔らかくなって血流が上がるんで、手を使ってマッサージするよりもね、とっても簡単です。ブラブラ揺すりましょう。硬いところでも、布団やベッドの上でもできます。はい、OK です。今度は膝パカッと開いて、止まっておきましょう。ちょっと股関節の力をね、緩ますために、鼠径部をさすってみたり、軽くもも叩いたり、ちょっと膝をパカパカね、動かしたりすると筋肉が緩みます。足の位置をね、自由に動かしてください。どんどん筋肉を緩めていきましょう。はい、 OK です。今度は足を組みましょう。軽く手で膝を抑えてキープです。前半は少し楽なストレッチになります。で、後半ちょっとね、引き伸ばしていきますので、少しずつ筋肉伸ばしましょう。ストレッチのポイントは、いきなり筋肉を痛いって感じないようにすることです。一度痛かったらもう力が入ってしまうので、まずは伸びてるか伸びてないかぐらいのストレッチからスタートして、徐々に伸ばす方がよく伸びます。なので今ね、あんまり伸びた感じしなくてもいいです。はい、反対足ですね。この膝はできるだけ開いた方がいいです。今回のストレッチは楽でも体を変えるためにすごいおすすめなメニューなんで、毎日お風呂上がりに欠かさずやると必ず体型がね、変わってきます。呼吸をね、大きく吸って大きく吐きましょう。伸ばしていきましょう。 OK、 はい、じゃあまた反対足です。今度このまま内側にね、足を倒しましょう。このままキープです。このキープするだけでも結構疲れるんで、たまにね、足をね、離してもいいです。マイペースでね、伸ばしてください。今ね、腰を引っ張ってます。メニューが分かれば次のメニューまでは目をつむっててもいいです。声だけ聞きながらやってもいいです。リラックスして引っ張ることが大事。 OK、 反対も一緒です。パタッと倒します。この腰が硬くなってしまうと、どうしても反り腰になったり、胸を変に張った姿勢になるんで、しっかり腰、お尻伸ばしていきましょう。
寝る前でもいいんですが、寝る前はスマホやっぱり見てると眠りが浅くなったり寝つき悪くなるんで、やっぱりお風呂上がりすぐやるのがねおすすめです。今度は膝を内側にね倒しましょう。動きのスピードはね、速くてもゆっくりでもいいです。体をね、揺らしながら、慣れてくるとね、ちょっと動きを大きくしたりして、伸ばしていきましょう。で今度は足を組んで股から手を通してね、これでキープ。ちょっと痛かったらね、ちょっとこれすっぱりしてください。もし膝抱えにくいのって人は足の上からこんな感じでもいいです。たまに緩めてください。結構いけるよって人はね、ぐーっと抱えてもいいです。これでね、お尻と腰が伸びてます。大事なのはね、後半に来るもも裏、このもも裏が一番大事なんで、今はまだね、もも裏伸ばすために腰とお尻を緩めてる感じです。もも裏が硬くなるととにかく姿勢がね、崩れます。伸びる。今度はね、片足曲げて片足伸ばす。膝を伸ばしてちょっと緩める。伸ばしたら緩める。繰り返しましょう。もも裏に手をこうやって置いて、たまにこうやってね、トントンってふくらはぎほぐすと、もも裏結構伸びるんで、膝全然伸びんわーっていう人はね、こうやってね、もも裏、ふくらはぎを叩いてください。膝が伸びないよって人はね、結構やばいんです。膝伸びない人はほとんどの方が反り腰です。今嘘って思った人はね、これお風呂上がりにやってくださいね、毎日ね。体のライン変わってきますから。私タートルはね、ボインストレッチをね、日々やってます。慣れてくるとね、体は柔らかくなるんで、時間を短縮してもいいんですけどね。で今度はね、両足こんな感じでね、ちょっと緩めて、グッと伸ばす。緩めて、グッと伸ばす。膝伸びにくい人はちょっとお腹を引っ込めるイメージにすると、
しっかり伸びます。膝伸ばしてって感じだと、もも力入っちゃうんで、お腹を引っ込めると骨盤が上がってくるんで、足がね、自然と伸びます。ぐるぐるリセットです。体ぐるぐるしましょう。手バンザイしてもいいし、手もね振ってもいいです。しっかり体を揺すってね、痛みを感じたっていうストレッチのことを忘れましょう。今度は足首動かしていきます。つま先ぐーっと伸ばして、つま先ぐーっと上げて、足首が硬いとふくらはぎも硬くなるんで、ふくらはぎ硬いとね太くなっていきますからね。足の甲を伸ばすときに指つる人いるんで、あんまり無理せずねやってください。毎日コツコツするのがね大事なんで、1回でねかなりやってやるぞって思わなくていいですからね。オッケー。はい、じゃあ今度はね足上げましょう。こっからねぐーっと抱えましょう。できればねたまに膝を伸ばして、たまにね曲げて、今もも裏とねお尻腰を伸ばしてます。このメニューがね一番大事。膝伸ばしたままでずっとできればめちゃくちゃ効果的です。ただねもも裏と前もも疲れるんで、たまに膝曲げてね腰とお尻だけ伸ばして、またもも裏も伸ばしてって感じ。足を抱えるっていうよりはね、お腹引っ込めるってイメージです。じゃあ今度はね、足の甲でふくらはぎをトントン叩きましょう。足首から膝裏にかけて、ふくらはぎをほぐします。第二の心臓って言われてるふくらはぎがね硬くなるとむくみやすくなるんで、血流を上げるポンプをねしっかりねほぐしておきましょう。あと少しで終わりますからね。オッケー。じゃあ今度はね膝をこういう感じで開きましょう。股関節周りをね緩めるとリンパの流れが一気にね上がってくるんで、たまにねこう止まったりしてもいいです。もし股関節コリコリになったりね違和感あっても痛くなかったら大丈夫です。あまり動かしてない人はコリコリになっちゃうんで、コツコツやるとねならなくなりますんで、オッケー。はい、じゃあラストは最後体ブルブルして終わりです。首も腰も足も手もブルブルしましょう。万歳してもねいいですからね、背伸びしながら振ってもね血流が上がりますんで。